もドゼルです。そしてボンジュールボンジュールだ。そしてはいどうも皆さんこんにちは、羽根ハルと申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。羽根選手に来ていただいております。よろしくお願いします。今日はですね、皆さん、あのバランス調整が来たということで、うん、まあ、ちょっとバランス調整で、あの数値はね、あのこの前動画でどうやって変わったかっていうのを、見ていったと思うんですけれども、はい、まあ、実際に、どのエディットがどれぐらい弱くなったとか強くなったとか、まあ、いろいろ、使ってみた感想も含めてこの動画1本に、まとめていって3人でわちゃわちゃしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。羽根さんといえばやっぱね、僕のチャンネルだとラブジェンガってよく言われる。よく言われるそのイメージ強すぎて、ラブジェンガやっぱねインパクト強いですけど、はい、最近ね結構カイジとかねあとテンション100とかやばいやばい12秒のやつ、そうクレイジー動画系が上がってるんで、ね、クレイジーですね。クレイジー動画上がってるんで、最近実写になってね確かによりクレイジーだよ、よりクレイジーアップしたん で皆さんぜひ羽根ハルチャンネルもよろしくお願いします。ちょっと、現役プロ監修のもと、うん、こちらちょっとバランス調整見ていきましょうかね。じゃあ、はいはい、フレバットでもしながら、はい、今回はあれですかね、やっぱ一番大きいのはトリトンですかね。トリトンがすげえ変わったん で簡単に言うと、まずホグライダーが釣れなくなった。だホグ使いの人たちはもうめちゃめちゃ喜んでる。ホグライダーが釣れなくなったのと、あと、ロイジャイとかの逆サイが釣れなくなりました。あれ強かったですもんね。そうなんですよ。だから、トリトンはその2点が大きな変更点で、ラムライダー以上の重さのやつ、ジャイとかゴレとかラムライダーエリゴレ、メガナイト、ここら辺は釣れるという感じでございます。じゃあ僕適当にネクロいるんでネクロ出します。出たネクロ。ネクロはねこのめっちゃ出ないんですよ。本当だ。あだからもうだからここまで来れば、はいはいはい、まあ、出るんで、うんって感じ。前すぐ出てスケルトン一体右側ね、まあ、そうなんです、行きましたもんね。うん、だからまあネクロその瞬時の受けができなくなったのと、あと範囲攻撃じゃなくなっちゃったんで、はい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 、まあ、とはいえ火力は相変わらずですね。ほらそうですかね確かに。あとじゃあホグ出しますね、はい、あお願いします。ホグ出したらこのトリトンで、こう今までトリトンでこんな感じ、これ適当出しでも言ってたんですけど、あー近づいてちょっと一歩歩いて、でこのまま、あそうなんですよ、そっちもう見向きもしないんだ。だからちょっとねしんどさが深いですね。あとだいろいろ、これトリトンに釣ってみますね、はい、あお願いします。エリゴレとベビドラはどっちも体力が減ったんですけど、はい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 、使用感的にベビドラは結構違いますね。僕ずっとベビドラ使ってたんで、ファルチ2発でやられたりとか、はい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 、そのやっぱ今後多分流行るであるマスケットとかに対してやっぱ弱いんで、なんかあんまりかなと思ったんですけど、はい、結構使ってる側からすると違いますね。 4.5% 体力ダメージはやっぱ違いますね。あとウォールブレイカーはどこでもう真ん中に出したら絶対セパレートするようになります。これはでも、そうなんだ、これ便利ですね、便利です。めちゃくちゃ便利。攻撃力が 20% 近く落ちたんですけど、うんうん、まあ、実際体力は減ってないので使い方としてはそんなに変わらないのと、セパレートしたらやっぱ無視できないダメージが入っていくので、そういう意味では、うん、どうなんでしょうかね。まあトントンより弱いと思うんですけど、若干こう疲れる率は減ると思うんですけど、まだまだ一つ戦術としてありなのかなと思いますね。じゃあラムライダー出します。あラム来た。ラムを吸うのが、ラムがね、ラム吸えるんですけど、トレネードと一緒ですげえシビアなんですよ。いやこれ際どい、際どい、際どいな、際どい、際どい、いや、いった、いった、あーいった、そうそうなんですよ、シビアな、ちょっとシビア、ちょっと早めじゃないと、はい、ラムが死んじゃうんですよね。でも早めに出しすぎると逆サイドちゃいちゃう、そう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 、結構シビアっすね。ラムはちょっと、あでもラムはトルネも結構シビアですからね。確かに、あいつはちょっと、あの今回、あとあいつか、こいつか、ロリババロリババ、ロリババはどうなんすか。なんか強くなったような気もするんですけど、はい、いやまあ強くはなってますよ。何か一発で倒せたりするようになったんですか。いやそれはないんですよ、ね、ない、それはないんだ。そうだから何なんですか。じゃあ若干やっぱやりやすくなった、若干結局でもバーチャーとか、はい、そのガールとかアウトローガールとかは転がって一発必要なんですよね。一発必要です。プリンセスも一発、プリンセスも一発必要なんだ、はい、だからまあそこら辺も、まあまあというところです、ね、まあまあ、ね、まあでもロリババはでも増える気はしますけどね、なんだかんだ、そうですね、はい、ロリババ増えたら結構いろんな出来できますよね。確かに。あとやっぱ今回はね、あのさっきも言ったんですけど、うん、トリトンでホグが釣れなくなったんで、まあ、ホグがもう間違いなく増える、かも確かに、うん、ホグが増えるか、はい、トルネードが増えるか、まあまあトルネ施設ももちろん増えるとは思うんですけど、まあでもホグ使いは多分ホグ、まあ嬉しいでしょう、ね、うん、また使ってくると思うんで、まあ、そこら辺が結構環境の変化ポイントになってくるのかなと思います、はい、というところで、じゃあここからはスーパー
マルチタイム、あ、違う、スーパーフレーバットタイム、よろしくお願いします。お願いします。はい、はねはねさんのあんな話やこんな話を、ねほりはほり、あるからね、いろいろあるよ。ないよ、別に。いろいろある、いろいろあるよ。どうでした、その韓国生活は。はい、あ、韓国。はい。やっぱね、大変でしたね、すごい。共同生活とか。ちょっと待って、僕、あれやりましょう。トリプルフレンドバッテリーやりましょう。共同生活。はい。やっぱみんな言いますよね。みかんさんもね、共同生活がやっぱ大変だって、何ヶ月じゃないですか。まあそうですね。1週間2週間じゃないわけじゃないですか。これは大変よ。だって僕絶対癒すもんね、ボンさんと2ヶ月一緒に。なんでよ。なんでよ。いや、ボンさんに限らず、はいはいはい、やっぱ僕寝る時も一人なんですよ。夫婦じゃ別なんですよ。あ、そうなの。そうそうそう。ね、やっぱね、一人の時間ってね、心の余裕も大事よ、やっぱ。確かにね。絶対必要。じゃあワカメ生活きつかったもんな。ワカメは一人だった、ね。ワカメ一人だけなんか起きたら誰か出社してるんですよ。そう。それはわかる。そうですよね。やっぱ一人で誰の目も気にせずみたいな大事っすよ。何回か僕ポンタさんに起こされましたもん、ね。めっちゃおもろいそれ。大変ですよね。でも朝とかみんな起きるときってどうして自分で起きてるのか、それとも誰か代表というかその誰かが起こしてもらうとかなんですか。なんすかその公式チャンネルみたいな。公式チャンネルばりの質問なんすかそれ。ちょっとごめん、ちょっとここはちょっとごめんなさい。どうなんですか。まあ、僕が大体初めに起きますね。起床の30分ぐらい前起きるんですよ僕、はいはい、で瞑想とかするんで。あ、データ瞑想、データ瞑想、まあ、やっぱりちょっとメンタルトレーニング。そんで12時に起床なんですけど、でその時間に僕が起こすって感じですね。はいはいはい。まあ、結構ね、監督とかは、ね、なかなか起きないんで。監督起きないらしいですね。結構大変です。監督が起きないの。監督起きないの。朝弱いんですよ。って朝弱いの監督。めちゃめちゃ寝ぼすけって。朝弱い監督すごいな。一番ちゃんとして、まあ、いるでしょうけど、一番ちゃんとしてそうじゃないですか。います。いや、俺あんまやったことないんですよね。いや僕もねあんまりないんですけど、結構面白いんですよね。そう、相手の選択肢が見えてるんで。はい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 。相手が何作ってきてるだろうなみたいなのを考えながら。全然見てなかった俺。話に集中して。そう。そう、話に集中すると負ける。韓国料理はいけるんですか。あ、僕は全然いけます。僕も韓国めっちゃ好きで、辛いの好きなんで、超美味しかったですね。韓国何でも辛いですよね。何でも辛い。本当に一つの辛いもののレベルが違いますよね。違う。違う。その辛そうに見えないやつが辛かったりする。そう。辛そうに見えるやつが本気ね。本気の辛さ。いちいち辛いんですよ。いちいち辛い。そう、キムチとかも、なんか、辛いの得意な僕ですら、オウフってなるから。わかりやすい、なんか。オウフの辛さありますよ。オウフあります。いや、うわ、ガチやな、みたいな。ここまでか、みたいなやつたまにありますよ。いや、これもうちょっと勝ち申しましたね。やばい。なんか勝った感じしますね。いやでもうまいですね、やはり。強化されたロリババ。まあ。あ、そうか。吹き矢もダメなのか。まあまあ、だから、前と一緒っすね、変わんないですね。倒せるようになったやつはいないっていう感じですね。はい、いやそのギリを。ギリギリのギリ。ギリギリのギリ。日本帰ってきて、はい、最初にやったことなんですか。ちなみに。日本帰ってきてね。僕だったら100飯に行きますけど。飯何食いました。飯は。ラーメン食いましたね。地元のそうラーメン食った。うちラーメンは確かにあんまないですもんね。辛い麺とかならあります。そうなんですよ、ラーメン全然ないんですよ。そうなんだ。ボンさん一泊二日なのに昨日、はい、あーカレー食いたくなってきたな。韓国いたんだよみたいな。めっちゃかぶれ発言してましたね。あれはかぶったでしょ。あれはかぶりました。韓国かぶりました。あれかぶりました、ね、あれはやりました。やりましたよね。やりました。なんかもう韓国2週間行ったみたいな口ぶりで、いやーもうちょっと口がねーみたいな。日本に比べるとカレー少ないですよね、カレー屋がね。そう。言うて一泊二日じゃないですか。やばい。いやこれドズニキ選手。いけるんじゃないですか。あるありますね。全然ある全然。あ、ミスった。ちょっと待って、これミスった。マジでミスった。マジでミスったよ。
おもろいな。やってんだ、やってんだ。花屋さんおもろいな。マジでミスっちゃったよ、これ。あれ？あるあるある。全然ある、全然ある。やばいやばいやばい。ああ、これ。はい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 。なんかプロリーグも、はい、中盤あたり跳ね跳ねデッキ流行りだしましたよね。そうなんですよ、結構マジでびっくりした。メガナイト の, あのトリトンのやつとかね、結構流行ってて、確かに。でも跳ね跳ねデッキってなんか派生系がいろいろあるんでね。確かに。いやもうすごいっすよね、オリジナルで、ね、あそこまで。あっウェイ、よいしょ。いやーもう攻めれない、ゴブジェとかされちゃう、これこれデッキが悪いな、これあれデッキのせいするんですか。デッキのせい、デッキのせい、いや全部デッキのせい、こんな人初めて聞いた。デッキクリエイトといえばハネハネ本当みたいな、確かに確かに、どこあったんですけどね。確かにね、キツエギだー、見せた、はい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 、あー、まあ、羽根さんも落ちましたね。おー、きついってこれ。こういうの苦手なんですよ、俺。おー、きついドラフト苦手かな、クソきついドラフト苦手かな、もうなんか、マジクソきついってもうこれ、無理止まんないもん、これなんで負けたらそのスイッチ入る、負けたら毎回このスイッチ入る、マジできついというところで、はい、本日はね、ゲストの花屋さんボコさせていただいたんですけど、はい、ボコさせていただいた、はい、もうちょっとね、僕もあの戦闘民族になるんで、うんうん、今後もうゲストを来ていただいたら全員ボコしていくっていう、そういう感じにしましょう、はい、そういう感じでいきたいなと思うんですけどまあバランス調整ね、また来て流行るデッキとかもいろいろ変わっていくと思うんで、うん、花屋根ね、デッキもまたちょっと、まあ、そうね、変わってきますよね、新生花屋根デッキとかもしかしたらできるかもしれない、できるかもしれないんで、はい、ご期待ください、ぜひ皆さん、そして、流行ってるデッキとかまた新しく出てきたデッキとかね、どんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひとも、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今日この部分聞いていただいた羽根さんの、チャンネルリンク下の概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。最近だってすごいですもんね、もう、うん、カイジ、中二病今ラインナップはカイジ、中二病、テンション100、そうですね、ここら辺が、はい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 、目玉ですので、皆さんまたこれ目玉がすごい、目玉だ、増えていくかもしれないん、ね、で、これからも、はい、チェックよろしくお願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、ありがとうございます。